フィギュアスケート NHK 杯に紀平梨花選手の衝撃デビューで、なんと浅田真央選手の代名詞であるトリプルアクセルで優勝でした。紀平梨花選手といえば、16年のジュニアグランプリで世界初の大技決め、その時は日本の北京の星と騒がれた経緯もある選手。それがシニアデビュー戦である NHK 杯で、前日のショートプログラムを挽回する圧巻のフリーで見るものを引き込む魅力的なものであった。ハラハラというよりは、次は何があるのかと期待させられてワクワクする方が大きく、ドキドキ感とは違うものであった。トリプルアクセルといえばどうしても浅田真央選手がイメージされるが、紀平梨花選手の受け答えにも真央さんっぽいと言われていた。ではどうぞ。女子シングルで男女通じて日本選手初のグランプリシリーズ初出場初優勝を飾った紀平梨花が一夜明け取材に応じた。フリーの演技で連続ジャンプ、単独ジャンプを合わせて2本の3回転アクセルを成功させたが、この殿下の宝刀を先輩の浅田真央さんにも通じる言い回しで表現した。フリーではショートプログラムで転倒したトリプルアクセルを2度組み込む構成を完璧に遂行し、フリーで今季世界2位となる 154.72 点をマーク。総得点も世界2位の 224.31 点で、ショートプログラム5位から大逆転で衝撃のデビュー V。 十分に世界の頂点に届くポテンシャルを示したニューヒロインは、日本で誰もやったことのないことをやった実感がないと初々しくはにかんだ。伊藤みどり、浅田真央ら日本女子のエースが歴代継承してきた殿下の宝刀トリプルアクセルを駆使するニューヒロイン。トリプルアクセルを飛ぶ際の踏み切りの注意点を問われると、タイミング、踏み切る瞬間にイメージと足先までグッドと説明した。真央さんはかつて宇野昌磨にトリプルアクセルの飛び方を聞かれた際に、振って飛べば飛べるとアドバイスした逸話を持つ。ロマンあふれる3回転半の大技のスペシャリストは共通の感覚を持っているのかもしれない。演技を振り返って、紀平、昨日はトリプルアクセルに不安があったけど今日確認してそれが演技に現れたのが嬉しい。宮原、フリーでは硬さが出てしまった、演技自体は悪くないけどもっともっと頑張らないといけないと思った。トゥクミシェは満足している、カナダよりもいい演技を見せられて嬉しい、自己ベストになったのでこれからも成長していい演技を見せたい、チームに強い選手がいる、ライバルと練習するメリットは、紀平、宮原選手はずっと尊敬しているし、いつも見習ってばかり、いい環境でやらせてもらっている、コーチも敵ではなくいいライバルと言ってくださっていて、すごいいい環境で練習しているので感謝したい。宮原、本当にいい環境で普段の練習からたくさんの刺激を受けられている、もっともっと頑張らないとという気持ちを忘れずに日々練習できている。紀平選手やその他の強い選手たちから自分にはない良さを見て勉強したり、自分のものにできるようにしていて、コーチからもそれぞれの選手の良さを盗んで勉強して足りないところを補うようにしたらいいと思うと言っていただいている。224点を出して初のグランプリ初優勝にどんな思いか、紀平、終わったばかりで実感が湧いていない、ショートプログラムの時点では巻き返せるかわからないくらいの不安もあったし、ショートプログラムのミスがフリーへの集中力とかやる気にも変わって、まさかこんなにもいい点数が出ると思っていなかった、すごいいい経験ができた、どこを直せば点数が伸びるか研究してこれからも上を目指せるように満足せずに明日明後日から気持ちを持っていきたい、ファイナル国内選手権に向けて。宮原、ファイナルでは今回見つかった課題とか直してきた課題をしっかりショートプログラムとフリーの両方で達成できるような演技をしたい、全日本選手権も大事、一試合一試合が次につながるものになるように頑張りたい、トゥクタミチェはようやくファイナルに出ることができて嬉しく思っている、バンクーバーは写真で見て綺麗な場所だったので楽しみ、6人の最強の選手が集まる面白い大会になる、ロシア選手権はこの大会みたいに、もしくはよりいい演技を見せることを目標にしている、ロシア代表になって欧州選手権世界選手権に出られるよういい結果を出したい、4回転トーループは今季中に見られるか、紀平、今の時点では今季入れる予定はない、練習はオフシーズンの中で良くなってきている、来季を目標に試合の合間にできる時に練習をしていきたい。
紀平のトリプルアクセルがどう映るか。トゥクタミシェは残念ながら紀平選手の演技を見ることができなかった。フィギュアがスポーツとして成長していくのは嬉しい。トリプルアクセルが2つある選手がいるのは非常に素晴らしい。ネットの反応、基礎点の高さから言って紀平選手が完璧にショートプログラム、フリーを揃えたら勝てる人はいないんじゃないか。身体能力が非常に高い選手だけにトリプルアクセルの完成度が半端ない。2人を見るトゥクタミシェワの笑顔も素敵。おめでとうございます。このまま怪我なく頑張ってほしい。4回転期待してしまう。大技ジャンプは大きな武器。ルール変更で GOE の幅が広がったことはトリプルアクセルを得意とする紀平さんにとっては追い風になったような気がする。あとスピン3つも全てレベル4とシニアデビューとは思えない卒のなさ。身体の柔軟性もあるし伸びやかな演技、欠点がない選手。女子の体型変化はどう克服したのか。16歳だからこれから変わるのだろうか。ワクワクしたよ。今後も頑張ってほしい。まだまだ演技構成点は高くないから今後さらに点数は伸びる可能性あり。女子は高さのない他のジャンプばかりで加点もらう選手多いけど、やはりダイナミックな大技ジャンプが決まるのは見ていて気持ちがいいな。おめでとう。 NHK 杯で新たなニューヒロインが誕生した。すごいものを見せてもらった。緊張している様子だったけど期待されている大舞台で本領発揮できる度胸。あのプログラムは本当に難しいと思うのに見事に表現していた。もちろんトリプルアクセル2本は言うまでもない。大技は怪我のリスクが高いからどうか体には気をつけて長く活躍してほしい。紀平選手は圧巻でした。トリプルアクセルも両方プラス3点前後の GOE、 ステップスピンは全てレベル4。これから演技構成点が伸びれば五輪メダルも狙えるはず。宮原選手は小さいミスがありましたがとても繊細で演じされた演技でした。最終滑走のプレッシャーの中冷静に演技していて、得点出た時の残念そうな表情にほろりと来てしまった。三原選手は接触があって動揺しないかなと思いましたが、きちんとまとめてきて三原選手ならではの澄んだ清らかな演技に感動を覚えました。3人ともお疲れ様、感動をありがとうとございます。紀平選手がショートフリー完璧に滑ったら誰も勝てなくなるのでは。紀平選手が今後もトリプルアクセルをコンスタントに成功させていけば周りも追いつこうと、女子はトリプルアクセルもしくは4回転がないと勝てないという時代になるかもしれない。あのトリプルアクセルは見事、こんなにもではなくそれくらい点が出ていい演技だったと思います。おめでとうございます。やっぱり世界と拮抗できると期待できる選手が増えていくと楽しみになる。男子並みの点数なんて無理だろうと思っていたが女子も進化していくんだな。ここまで来られる選手はなかなか出てくるもんじゃないと思うから、これから長く戦っていければもっと貴重な存在になるだろうね。他の選手にもいい刺激になると思う。すごすぎる。ついに日本の女子にも本気で対等にロシアを超えうるエースが出てきた感じ。度胸もあるし花もあっていいと思う。紀平ちゃんおめでとう。トゥクタミシェワに紀平のトリプルアクセルはどう映るか。トゥクタミシェワは残念ながら紀平選手の演技を見ることができなかった。フィギュアがスポーツとして成長していくのは嬉しい。トリプルアクセルが2つある選手がいるのは非常に素晴らしい。フィギュアがスポーツとして成長していくのは嬉しい。彼女の言葉に真央ちゃんの今までの功績や挑戦も報われた気がする。次世代につながってよかったね真央ちゃん。ロシア勢特にサギ、メドベ、トゥクタを超えるには武器が必要。アクセル2発は破壊力抜群。宮原選手は今まで自分がノーミスでやれば全日本で負けないという立ち位置だったけど、そうじゃなくなってしまった。相手のミス待ちという作戦は嫌だろうし、ここからどうするだろう。トリプルアクセルやクワッドトゥループを身につけようとするだろうか、それとも今できるジャンプで最強構成トリプルルッツトリプルトゥループ2本とかやるだろうか。それにしても紀平選手の TES87 点は男子カテゴリーでも普通に上位にいける点数なんだな。ほんとすごすぎる。紀平選手のフリーは圧巻でした。
トリプルアクセルを2本決められる技術の高さも素晴らしいけれど、こういう難易度の高い技にチャレンジすることがやっと評価される時代になったのかとも思いました。新ルールでは逆に基礎点下がってますけど、長い間女子でトリプルアクセル使いは真央ちゃんだけで、なかなか難易度の高いジャンプにチャレンジする選手がいなかったことを思うと、新しい時代が明けたのだなと実感できました。トゥクタミシェワも悪くなかったけれど、後半ちょっとバテてたかな。気になったのが宮原選手の試合後の表情、やや呆然としているように見えました。ほぼノーミスの素晴らしい演技で、彼女はやりきったと思います。出し切るものを出し切って紀平選手に負けたということで、戸惑っているようにも見えました。どこをどう伸ばしていくとトリプルアクセル持ちの紀平選手に勝てるのか、これから模索していくことになるのでしょうか。しかしレベルの高い素晴らしい大会でした。濱田コーチの凄さを称賛したい。ワンツーの選手を育てる力、日本にも素晴らしいコーチがいますね。紀平選手の成長は目を見張るものがあります。まだ16歳、今後が本当に楽しみ。宮原選手のうちに秘めたる闘志と努力は頭が下がる思いがします。女子はこの2人と坂本選手に期待しています。宮原選手も大変上手なスケーターだが、あまりジャンプの迫力がないので演技の安定で勝負するタイプで、ロシア勢にはなかなか追いつけない。華麗さよりもスポーツとして勝負する、ついに浅田選手の後を継ぐ女子フィギュアアスリートが誕生して嬉しい。紀平選手は完璧に決めれば勝てるという構成を見事に完璧にやりきりましたね。個人的には宮原選手がトリプルアクセルありのトゥクタミシェワ選手に勝ったことが素晴らしいことだと思います。皆様お疲れ様でした。記事を見ただけでもワクワクします。演技を早く見なければ。選手同士さまざまな思いがあると思いますが、お互いを認め尊敬し合うコメントが素敵だと感じます。昨年の全日本選手権で初めて紀平選手の演技を見て心が躍るような気持ちになったことを思い出しました。切磋琢磨しながら怪我なくレベルアップしていってほしいです。ワクワクする演技をこれからも楽しみにしています。すごい選手が出てきたなぁ、伸びしろがあるだけに期待が持てそう。勝負に勝っていい点をもらえれば、今後審判の採点にもいい影響を与えると思うので、ライバルとの勝負にこだわって競技に臨んでください。荒川静香選手以来のオリンピックでの金メダルも夢ではありません。紀平さんおめでとう。シニアデビュー楽しみにしてましたよ。トリプルアクセルはやはりリンクが華やかになりますね。真央ちゃんが引退してからもちろん女子も頑張ってたけど、常に寂しさを感じてましたが、一気にワクワク感が増してきましたよ。全日本も楽しみです。日本の女子フィギュア界は宮原智子選手を筆頭に、グランプリスケートカナダ銀メダリスト山下真子選手、そして NHK 杯優勝紀平梨花選手と逸材が多い。今後のグランプリシリーズはこれらの日本人選手の活躍が期待され、本当に楽しみなシーズンになってきました。濱田コーチ門下の選手だけでなく、世界の女子フィギュアスケート界は誰がトップになるか目が離せない熾烈な戦いが繰り広げられそうである。誰もが怪我なく最高の演技を披露し、見る者に勇気と感動を与えてくれることを心から願っている。